皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回はひたちなか市にありますキッチンくまさんに行ってきました。以前視聴者さんからですね、600円ランチが、見たくて見たのになかったということで、はい、すいません、ご指摘を受けましたので、今回ね、再訪ということで2回目の訪問になるんですけど、今のね、物価高騰の煽りを受けて、ランチは700円でしたが、驚くのが昼も夜も700円ということで、これはかなりリーズナブルだと思います。あと実は何度か行ってのれんがなかったので帰ってきてたら、実はのれんが上がってなくてもやっているみたいです。ということで早速ですが、インパクトあった、牡蠣、これの生牡蠣250円税込み、こちらを食べてみました。こちらからですね、日替わりランチ700円税込みになります。で、当日のね、日替わりランチ、私が食べたのはエビピラフだったんですが、これがちょっと驚きで、手作りです。しかもエビはね、その場でさばいて、大きいエビがねゴロゴロ入っていて、かなりお得で、満たされるランチかと思いました。今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか？かなりコスパいいと思います。昼夜700円はちょっと驚きですね。気になる方はぜひ行ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。